はい、どうも、マガです。今日はですね、このカメラのレンズを変えたんですよ。シグマの17から、いくつだっけ、17の 70mm の F2.8 っていうレンズに変えて、ちょっと明るい感じでも撮れるようになったんですけど、ちょっと試しに、工場の夜景を撮ってみようかなと思って来てみました。それでは行ってみましょう。はい、それではね、このカメラに見えるかな、ちょっとこっちの方から工場夜景を撮ってみようかなと思います。ここはね、なんかちょっと暗すぎてあれなんですけど、車とか入っちゃダメみたいで、まあ徒歩で向かってます。ほら、めっちゃ綺麗。まあね、とりあえずあいつの正面ぐらいに行って撮ってみて、で、まあちょっとこの辺パラパラっと撮れればいいかなと思います。それではちょっとセッティングまでスキップ。はい、そんなわけでやっとなんかちょっといいポジションについたので、これを撮っていこうかなと思うんですが、とりあえずまあ前に光ってる部分だけを目いっぱいズーム70ミリにして撮っていこうかなと思います。で、カメラの設定の方が A モードですね。 A モードの絞り優先の F14、 この建物の光をね、ちょっとなんて言うんだろう、ウニウニさせたいんで、ちょっと F 値を大きめにして、で、ISO が100の、ピント合わないな、露出補正がマイナス1にしました。この設定で撮っていきたいと思います。これでね、15秒間待つとこんな感じになります。うん、結構まあまあいい感じに綺麗に映ってるかなと個人的には思いますね。そんなわけで、次のポイントまで歩こうかなと思うんですが、実はね、ここ来る前に新湊大橋でもちょっと撮影してたんですけど、なんか動画がすごい中途半端にしか撮れてなくて、わけわかんないことになってたんで、後で写真だけ紹介したいと思います。なんか知らないですけど、まあもちろんカップルも多かったんですけど、女の子同士で来てる人とかも結構多かったですね。すごい気まずかったです。僕一人でずっと写真撮ってたんで。次どうしようかな。この辺はなんか撮っても微妙、なんかあそこしか撮るとこがない気がしてきた。あ、もう一個あっちにちょっとね、光が見えるので、そっちまで行きたいと思います。じゃあちょっと待っててください。はい、そんなわけで次はこの正面のやつ撮ってみようと思います。設定はもうさっきと同じ A モードからの
F が14で ISO100 で今度露出プラマイ0にしました。この設定で撮っていきたいと思います。はい、次はねこの正面の建物なんですけど、ちょっと暗くてわかんないと思うんですけど、下にねちょっと川が流れてるんですね。で若干光がリフレクションの、まあ、反射させれそうだったので、ちょっと広角気味で撮ってみようかなと思います。で設定の方が、まあ、モードはずっと A モードで F14 固定なんですけど、今度シャッタースピードが25秒になりましたね。これでどうなるか撮ってみましょう。はい、そしたら最後はねまた最初の建物なんですけど、ちょっと違う角度で撮ってみようかなと思います。ではさっきと一緒です。どんな写真になりますかね。ちなみにめっちゃカエル鳴いてるんですけど、もうそんな時期ですね。というかめっちゃ暗い。でも今ちなみに夜中12時過ぎなんですけど、一人で喋ってるんですよ、カメラに向かって。誰かいたらすごい気まずいなと思いながら。お、いい写真撮れた。まあ、結構いい感じかな。さあ、そんなわけでもう撮るもんがないので、帰ってから写真を現像して見てみたいと思います。寒い、さすがに。さっきまであったかかったんだけど、カンカン言ってる。まずい。壊れちゃう。一応寒いかなと思って、厚着はしてきたんですけど、なんかいる。え、なんだあれ、猫かな。怖っ。手が冷たいっすね。はい、そんなわけで今から帰って写真を見てみましょう。それではまた後でねー。